こんにちは。2020年3月25日です。一泊二日の予定で出てまいりました。今回は手塩まで向かいまして、一泊させていただきまして、それで U ターンして戻ってくるということです。オロロン街道を北上いたします。途中の道の駅にあります、鶴沼、それからサンフラワー北流、それから尾平番屋、風ダブル苫前、ホットハボロ、ロマンス街道所産別、富士見、手塩、手塩の道の駅によりまして、それから夕梅館というところで入浴させていただきます。そして U ターンしまして、どこまで帰ってこれるでしょうかね。所産別ぐらいまで帰ってこれたら、所産別で一泊して帰ろうかなというふうに思います。これは雨竜の道の駅です。ここはお米が有名です。雨竜米というお米です。雨竜米を使いましたかまぼこが売っております。以前ここでそれを食べました。なんで雨竜米とかまぼこだっていう感じなんですけども、要するにかまぼこの中に雨竜の米が入っているということです。まあ、ここに寄らせていただきまして、これから随時北上してまいります。このような奥には展示物が展示されておりました。夏には結構物産展が開かれるんですが、今の時期はほとんど何もありませんね。ただかまぼこが売ってたということです。これから走りまして北流道の駅まで走ってまいります。雨流、それから北流ですね、を経由してまいります。これから道の駅を出るところです。今回は動画にしておりません。ほとんど写真です。100% 写真ですね。写真にちょっとエフェクトかけまして若干動かしてます。綺麗な風景ですとこの写真の方が私のカメラは綺麗に出るもんですから、今回は、静止画の写真で撮ってそれをスライドショー的にちょっとだけ動かしながら動画にしていこうかなと思って、作ってみました。これが北流町の北流門です。ここをくぐりまして中に入ります。建物は非常に綺麗です。これは車の中から撮ってますね。車の中から撮ってます。ホテルも併設されてまして、それから入浴施設もあります。ここには中ちょっとだけ見せてもらったと思うんですけども、入浴はせずこのままここでコーヒータイム一休みしていきます。このように消毒用のミストがですね出てますね。2つのノズルから多分アルコールだと思うんですけども、エチルアルコールが、ここから弱い濃度で出てます。これは売店です。この奥の方に受付のフロントがあります。確か入浴料は600円でなかったかなと思うんですけども、まあ一応ホテルになってますので非常に綺麗ですね。例によってお客さんいません。この時は確か朝の11時頃だと思うんですけども、まあ、地元の方が結構500円ですね。地元の方が結構来てお風呂に入っていくみたいです。この辺は農家なんで、まあこの時期まだいいですね。これから農繁期に入ってまいりますとなかなか忙しくてなかなかこのように入浴することもできないんじゃないかなと思いますが、まあ今の時期はのんびりされていると思います。以前ここに泊まった時はですね、このホテルの窓の2つぐらいが電気ついてましてね、まああとは真っ暗でした。これから留萌を抜けまして尾平番屋道の駅まで走ってまいります。左側に海が見えてきました。これは車の中から撮ってます。まあ交通量も依然と少ないですね。この海オロロン街道は好きな道です。このままずっと天気いいとこの北上して稚内まで行ってくるんですけども、そうなってきますと3泊4日が必要になってくるんで、今回は1泊2日の行程なんで、まあ手塩だなと、手塩でお風呂に入って戻れるところまで戻っておこうということです。二神番屋の駐車場です。これが二神番屋の建物です。中に入りまして大漁旗ですかね、漁船の大漁旗がたくさんぶら下がってましたんで、それを写真に撮ってまいりました。天気が良くて青空綺麗ですね。ジャパンブルーと濃い青空までにはなんないんですけど、ちょっと薄めなんですけども、まあ夏になりますとかなり青が薄くなりますが、今のところ本当に綺麗ですね。空気も綺麗です。
これは中に入りまして、このようなその大漁旗がたくさんですね、ぶら下がっています。昔はニシンがこうたくさん取れたところのようで、大漁旗の船がたくさん出入りしてたところだと思います。ここはいろいろ売店がありましてですね、魚関係ですね、それが売ってますね。だけど今の時期はあまりなくて、燻製とかその辺がちょっと置いてあったみたいです。まあお客さんの数も少なかったんで、量的には少ないですね。空いてるトレーが結構目立ちました。以前はここでなんかおにぎりかなんか買って食べた記憶がありますね。これも立派な大量バターですね。一つ作るのも結構な金額、高価な旗でないかなというふうに思います。今日はここで昼食です。例によりまして車中飯を作ります。作りますといってもご飯を炊いてですね、白いご飯にふりかけ、この鮭のふりかけっていうんですかね、鮭のペースト状になったやつですね、鮭、のペースト状、それと江戸村先ご飯ですよ。これでいただきます。あとお味噌汁の方はインスタントのしじみの味噌汁ですね。ただこれを2つ白いご飯の上に乗っけました。美味しいですね。炊きたてのご飯なんで、ここに2つ乗っけて、おかずはなし、おかずはこれですかね。まあ、しじみの、おつゆを飲みながらいただきました。江戸紫のこのご飯ですよなんですけども、美味しくなりましたね。以前はこんなに美味しくなかったのかもしれません。まあ年月が経ったからそういう風に感じるのかもしれませんけども、なかなか江戸紫美味しいですね。これを食べましてから、まあコーヒーを飲んで一休みして、それから次の道の駅は、風ダブル苫前ですか、そこに向かいます。これも車の中から撮影してます。遠くに建物が見えます。屋根は膜体構造の屋根になってます。ここにも中に入って、撮影させていただきました。中には温泉施設、そして宿泊施設なども用意されています。ふわっと落ちるんですね。でこの横の方にはですね、キャンプ場もあるんですが、ちょっとそこも見れたら見ようかなと思いましたが、まだ柵がありまして、中には入れませんよということに、なっておりました。日帰り入浴と食事と宿泊ができるということです。まあ、ここにも入らさせていただきました。まあ、ほとんど私の場合この北海道の道の駅の温泉併設のところは全部行ったと思います。まあ、それから、まあ、道の駅で泊まるということで、どこか近くの温泉施設に入って喉が渇いて我慢できる範囲で次の道の駅行って即ビールを飲むというパターンをやってるんですけども、ですから、まあ、ここのお風呂に入ろうと思ったら近くの道の駅はここだ、その経路にコンビニはあるかということをいつも見てますね。で、まあ、その3条件、温泉、コンビニ、車中、道の駅、これが揃ったところで泊まるということになります。まあ、おのずと限られるんですけども、それではそういう条件が整わないときは、車中飯で自分で何か作るし、あとビールを車の中に積んでるんですけども、それがちょっといまいち冷え方が悪いんですよね。あくまでも外気温です、今のところは。エアコンを使いますと、冷房のコンプレッサーをやりますと冷気が来るんですけども、ちょっとやっぱりコンビニのビールから比べるとぬるいんですよ。で、アサヒのスーパードライなもんですから、あれはもうガンガンに冷やさないとうまくないんですよね。黒ビールもまたそうですね。黒ビールも、あれも冷やし方が緩いとまずいんですよね。なもんですから、まあ、これはギンギンに冷やさないといけないということで。まあ、できるだけコンビニあったらコンビニで買ってますけども、まあ、今回はそういう話と関係ありませんね。このまたこの映像に戻ります。これからホットハボローというところに、向かいます。意外と近いんですよ。6キロか7キロですね。ここもホテルになってまして、温泉が併設されてます。キャンピングカーが1台泊まっておりました。このロロン街道、この辺はですね、本当に道の駅がもう近くにあります。で、まあ、好きなところに休みながらゆっくり見ながら行くのもいいかなと思います。まだこれ雪が残ってますね。昨日多分雪降ったんじゃないかと思うんですけども、ちょうどホテルの陰になってまして、日陰で雪が残っておりました。これは綺麗な中です。ロビーは広々としてます。まあお客さんがいないんでそういう風に見えるんですよね。十分こうホテルになってますんで、宿泊もできます、入浴もできます。
この道の駅は泊まったことはないんですけども、ここのお風呂に入ったことはありますね。ここに泊まると意外といいんですけども、全部揃うんですよ。近くにコンビニもあります。しかしながらどういうわけだかお客さんがあまり泊まってないんですよね、ここの道の駅。去年も一昨年も来たんですけども閑散としてるんですよね。なんでこんなに皆さん泊まんないのかなという思うところですね。昼間は結構そうそう来てるんですけどね、入浴料は600円でした。ただその券売機の、写真を撮ったというだけです。でマッサージだとかいろんなフルサービスが用意されているみたいです。次に向かいますのが、初山別道の駅です。初山別天文台ですか、がある初山別の道の駅まで、走ってまいります。車は少ないんで、非常にいいドライブですね。左側には海が見えて、オロロン街道、まあ、信号もあんまりないんですよ。完全にないとは言い切れないんです。完全になくなるのが、手塩からですね、稚内までの左側の道ですね。海岸線の道、あそこは信号ありません。1個か2個、2個だったかな、あるんですよ。なかなかいいところですね。まあ、そのうち、そこも、ね、走ってみようかなというふうに思ってます。フォッターボロ、結構たくさん写真撮ったんですね。ここもなかなか、近代的なところだったんで、良かったんですけども。これから初山別に向かいますけども、この山の中です。ちょっと、内陸にちょっと、入るんですけども、ずっと走っていきます。これが天文台に到着いたしました。今日は、ずっと手塩まで行って、戻ってきたらここで、車中泊して夕日が撮れたら撮ろうかなというふうに思っているところです。ここは毎回夕日を狙ってるんですけども、なかなか撮れないところですね。この下の方に見えますのが、初山別の道の駅が下の方に見えてます。この三崎台公園、天文台の横にあるんですけど、この遠くの方にちょっと見えないかもしれませんけども、利尻富士が見えてます。天気が良かったんで、水平線からちょっと下がったところに、白い雪がついた利尻富士が見えます。地球がこう丸いっていうのが分かりますね。やっぱり水平線が緩い R を描いてて、地球平面説は間違えたぞということで、地球は、やっぱり、丸いようです。このようなトレーラーのキャンピングカーが旭川ナンバーだと思ったんですけども、1台止まっておりました。またここで宿泊するんで戻ってきているかなと思ったんですけども、いませんでしたね。ちょっと休憩だけだったようです。これが初山別の道の駅です。あまり大きな道と駅ではありません。中に入りましたら、まあ、たくさんの品物が置いてました。レストランもありますが、お客さんは誰もいません。スタッフが2名ちょっと手持ち無沙汰という感じで、2人で談笑しながらいらっしゃいました。まあ、ここに何も買うものもなかったんで、そのままこう見て、それから外に出ていきました。この初山別の道の駅の向かいの方には温泉入浴施設があります。ちょっと名前忘れたな。そこも中見させていただきました。でこの道の駅の横の方じゃなくて、ゴーカートのコースがあるんですよ。夏に来た時もですね、コースは見たんですけど、ゴーカート走ってるの見たことないですね。どうなんだ、走ってんのかどうなのかわかりませんけども、バーベキューできるようなところはあるんですけども、ゴーカート走ってたら乗ってみたいなと思うんですけども、なかなかそういう機会はありませんね。これが温泉です。初山別の温泉です。この中も見させていただきました。この温泉も3回ほどここに、入った記憶がありますね。ここに入って天文台で泊まるということです。初山別岬の湯って言うんですね。でこの岬の湯の駐車場には車中泊者止まらないでくれという看板がありますね。まあ、皆さんここで温泉に入ってその前の駐車場で、止まってしまうんじゃないかと思いますが、まあ、田舎のもんだからあんまり車も来ないなということで、車を止める方がいらっしゃるんじゃないかと思いますが、しっかり看板には道の駅まで車を移動して、止まってくれと。で道の駅のまた駐車場が、駅は小さいんですけども、駐車場が広大なんですよね。ちょっと離れるんですけど、道路挟んで離れるんですけども、もうだだっ広い駐車場があります。そこに止めてくれという、看板が、書いてました。
ここもなかなか、いいとこです。まあ、本当北海道はいいとこばっかりですね。私はあまり本州行ってないんで、わかりませんけど、車で行ってないんでわかんないんですけども、これで4シーズン4クルメぐるぐる北海道回ってるんですけども、飽きませんね。その季節季節によって、まあ、見える風景とかこの感じ方が全然、違いますね。季節感も全然違いますんで、まあ、四季がはっきりしていてもはっきりしてるんですよ。夏冬秋、春夏秋冬というんだな、しっかりしてます。なんでそれぞれ、楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、春はこのコース、夏はこのコースって大体は決まってるんですけどもね、それで走ってまいります。これはですね、富士見の道の駅に到着いたしました。4月の25日に新しい、建物がオープンということです。ここに、来てみようかなと思います。4月24日ですね、24日オープンです。ここに来て、見ていろいろ中を見させていただいて、なんか食べて帰ろうかなと思ってます。富士見という名前はなんて言うんですかね、利尻富士が見えるから富士見って言うんでしょうかね。はっきりわかりません。この上の方の建物がとんがりというレストランなんですが、閉鎖されておりました。したがって24時間トイレが下にあるんですけども、それだけ利用できます。24日に日にオープンのこの道の駅はオープンしたら十分利用できるところだと思います。また滝川道の駅もちょっと閉鎖されてたんですが、そこも4月の1日からオープンということなんで、利用される方、北海道に来られる方は滝川の道の駅も利用できます。多分利用できてないのがルスニューさんですかね。そこが利用できて閉鎖されているということです。あと夕張道の駅は24時間トイレが利用できません。近くの駅というんですけども、ちょっと駅まで離れているかもしれません。階段登っていかなきゃいけないかもしれません。そういうふうになってます。次に、向かいますのが手塩です。手塩の夕張館というところに行かせていただきます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。